町営循環バスの車両費のポンチョ自由乗降バスの車両トヨタハイエース過去の車両費のレインボー HR なら交通大事線時代の専用車両なら交通のカマークの代わりに大事町を表すクジラのマークが描かれていた大事町町営循環バスは和歌山県東室郡大事町が運行するコミュニティバスである2001年4月1日運行開始 奈良交通大事線の廃止代替として、大事長が町内交通の利便性改善を目指して運行開始した。町営バス移行の際に、従来の奈良交通大事線の路線のほかに、大長いを経由する経路や、東新州会所を経由する経路が追加されている。運行形態は、道路運送法の規定に基づく自家用自動車による優勝運送である。 運賃は、待機録完成だが、専用車両に整理券発行機は設置されておらず、乗降方式は、前乗り後振りのため、乗車の際に運転手に公車バス停留所を告げた上で、運賃を支払う、申告制前払いとなっている。2016年3月26日から、バス停留所以外でも乗降できる、自由乗降バスの運行を開始した。運賃は100円均一。 専用車両としてトヨタハイエースを導入した。助手席を含め最大9人が乗車可能で後面に車椅子用リフトを備えている。以下の7系統がある。いずれも大事駅を奇襲点とする。車両の行き先表示器時刻表には系統番号は表示されていない。2001年の運行開始からは日のレインボー HR を使用していた。2010年4月。 専用車両を日のポンチョに更新した。2016年3月26日の自由乗降バス運行開始に伴い、専用車両としてトヨタハイエースを導入した。超 A 循環バス、大事町 ABCD 回段自由乗降バス運行開始。大事町2016年3月 AB 広報、大事2010年5月号、9ページ。 AB 大事長長英循環、バス時刻表令は3年3月13日、改正大事長。ありがとうございます。